はい、あにょにょ。今日はこのゲーム、食べないと死ぬつー、やるわ。前作のリクエストは結構あったんだけど、いろんな人やってたんで手をつけてなかったのだ。それで今回2が出たから、みんなでやっていくぜ。初日からご飯消しゴムて。もろちんいただきます。もちろんな。社会的なお味。どんな味だよ。2日連続。2日目のが美味しいんだな、これが。カレーじゃねえんだぞ。うん、2日目のカレーは美味しいわよね。餓死したり、食べれないもの食べたらゲームオーバーよ。ふう、やっとまともな食い物登場。カルシウム取らなければ。どうせなら消しゴムで死になさい。わーい、全国一位だぞ。さあ次行くよ。Thank you、いただきましょ。貴様はガッチャンか。歯ごたえって、絶対バリバリだろ。お口直しの消しゴム。なんだその消しゴムへの信頼感。まずい、確信。サーモン入ります。回転寿司行ったら、絶対一回は食べるでしょう。ネギとマヨ乗ってるの好き。ようやくまともな食べ物になってきたな。トマト。発音やめー。この流れでお次は？消しゴムアゲイン。風邪ひいてなくても、時々食べたくなるなる。卵入れてな。昆布も添えて。なんじゃこりゃ。そのまんますぎだろ、せめてカットしろ。ここで必殺技使うぜ。説明しよう。必殺技を使うのだ。そこはわかってんだよ。内容を説明しなさい。必殺技の内容を。これで安心して召し上がれるでござる。口の中毛だらけになりそう。なんなんだ、これは。なんだよ。なんでなんでダメなんだ。豊姫、今のダジャレ？違うわよ。一ヶ月は生き延びたい。皆さん、朝はパン派、それとも揚げ物派？そこはパンかご飯だろ。誰が朝っぱらから揚げ物食うんだ。入れました、消しゴム。食べるに決まってる。もういいや、ほっとこう。皆さん、タコ派、それとも貝派？うん、貝の反対だったら正解だったね。皆様、なぜ食パンは一斤二斤と数えるかご存知ですか？そう言われると知らないな。主も知りません。おいしばくぞてめえ。さすがの霊夢でも、積み木は食べないよ。またひどくなってきたな。ここは慎重に慎重に。これじゃ空腹で死んじゃうぞ。大丈夫、次はきっと。大丈夫じゃねえ。でも危険度1だって。ね、狙い通り。なんで柔らかいんだこら。おっさんの枕。おっさんをつけるな。食欲増すかと思って。持ち分けねえだろ。じゃあ石原さとみの枕。絶対にいただきます。黙れ変態。ネギ、もう飲み込んじゃえば。必殺食べ物変える作戦。説明しよう。食べ物を変えるのだ。もういいわ。豊姫ムシムシ。これなら安全であろう。なんなんだこの文房具シリーズ。しかも漏れなく安全。もう霊夢秋のパン祭りね。またお主か、羊ちゃん。可愛かったので、食べるのをやめた。ナレーション、もうレギュラーだろ。お、初の加工食品。デリシャス。ケチャップ、ソース、マヨネーズ、どれがお好き？なんかでっかいの出てきました。気になって調べてみたら、日本でもラクダさん食べれるみたい。けど今は食べないわ。やっと半月か。安心の消しゴム様。これ見たからって、消しゴム食べちゃダメよ。食わねえだろ。赤とか黄色の方が美味しいのにな。そういう問題なの？ここに来てまたひどくなってるな。もう食べるしか道はないのだ。食べないといけない場面で、絶対に食えないやつ来ました。主、無念なり。カバも世界のどこかでは食べれるみたいよ。1ヶ月生き抜くまでは諦めないぞ。